皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは直感は潜在意識からのメッセージということについてお伝えしたいと思います。直感っていうのはですね、案外侮れなくって、潜在意識っていうのは自分が生きてきていろんな経験をしてきた記憶を持っているんですよね。本人が忘れていたとしても。でそうすると直感っていうのはおおよそ潜在意識からのメッセージだったりすると、膨大な数の経験値と膨大ないろんな見聞きした、事象内容からですね、これはこっちを選んだ方がいいんじゃないのかって、虫の知らせに近いようなものかもしれないんですけれども、いいんじゃないのかって、直感ですね。でこれっていうのは案外侮れないで、人間人を見る目もそうだし、あと何かを決める時とかっていうのも直感っていうのに従ってみても案外失敗は少ないと私は思っています。逆に考えすぎて結論を無理やりなんか1個出したとしても、考えすぎる人ほどあの時あっちの道選んでたら実は良かったんじゃないかっていうのを考えすぎたゆえに、そんな後悔をしてみたりする方も多いように見受けています。で直感っていうのは、例えばもうコンマ何秒で決めるレベルが直感になるので、パッと決めたとしても、それで仮に失敗したとしても、あの時直感で決めたしねみたいな感じで、あんまり考えなかったがゆえに明るくそうだったかみたいな感じで捉えることもできやすいと思うんですね。ただ私の場合に限って言えばですね、直感は割と正しいですね。ほぼほぼ当たる、ということは、短い時間で決めてしまっても大概大丈夫っていう自信があって決めているので、それもあって余計に物事の決断っていうのが早くなっていってるんですけれども、本当にそう、最初感じた印象とかどうしようと思ったことは大体その通りになりますね。良きにきつけ、悪しきにつけ。だから直感は信じていいと思います。これは多分ね、神様が人間に与えてくれたギフトだと思っているからです。なのでそういうのに従っちゃっていいのかな、こんなにすぐ決めちゃっていいのかなっていうのも大いに決めちゃっていいと思います。所詮、それを決めたとしてもですね、動かない限りは状況っていうのは変わっていかないので、決めて動いた結果、そしてどうなるのかっていうのを見ていく方がむしろ大事になりますので、ぜひそのあたりはですね、直感を信じて動いてみるっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。それでは